はい、梅です。こんにちは。どうも。今日は2024年の10月の29日の火曜日ですね。今ちょっと緊急で動画を回してます。今ですね、ネットで発表があったんですけど、とファンタジースプリングスマジックって言われてる、あのファンタジースプリングスにアトラクションにね、何でも乗れる券、あの出入り自由になる、あのすごい共通パスポート、あのマジックがですね、来年の3月31日で販売終了になるっていう、そういうニュースが入ってきました。で、これも今ね SNS で大盛り上がりになってまして、で、僕はねこれ聞いた瞬間ですね、朗報だ、やったやっとかと思って喜んだんですね。というのは、ファンタジースプリングスエリアに入場するのに、まずアトラクションのチケットが3倍パスとか DPA が必要だっていうのはどうにもやっぱり面倒くさくって、で、アトラクション乗らなくてもあのエリアに行くだけでもスタンバイパスか DPA が必要だっていう、そういうルールだったじゃないですか。で、僕はこのマジックなくなることによって、あのそのルールも全部なくなると思ってるんですね。要はあのエリアまでは自由に行けて、要は入り口で、あのトンネルの下でね、あのなんかチケット認証とかああいうのがなくなって、で、僕はおそらくアトラクション乗るにはスタンバイパス DPA 必要っていう部分は残して、あのエリアには自由に出入りできると思うんですね、このことで。だから真っ先にまずそこでうわやったと思ったんですよね。そうなるっていうふうにもう自動的にピピンと思ったので、で、それで実際にみんなのねリプとか引用リツイートを見てみたら、大半の方がですね、悲報残念、解約がっかりって言って悲しんでるんですよね。で、まあ要はですね、アトラクションをねもう何度も何度も無限ループできるっていうところ、気持ちよくサク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 無限ループできるっていうところがどうやらすごく良かったみたいで、で、それがなくなるのが残念だみたいな、そういうことらしいんですけど、なるほどね。まあでもそれってね、あのファンタジースプリングスホテルに泊まった人、あとはなんかバケパで買えた人っていうのは、一部のそういうね、あのお金払って課金した人のまあ特権ですよね。まあその特権がなくなるっていうことで、まあ、確かに惜しかった人、無限ループガンガンできた人はね、あんな楽しい無限ループがもうできないんだと思うとがっかりかもしれませんけど、どうなんだろうな。僕的には大半の人はですね、それ多分そこまでなんか考えが及んでないのかもしれないね。僕はあのエリアにそう制限がなくなって、スタンバイパスとね DPA を持ってればアトラクション乗れると。だからファンタジースプリングスのエリアそのものは自由に出入りできるって僕はそう思ったんですけどもね。だから僕実際にですね、エリアに行きたいだけで3倍パス取ってアトラクション乗らないっていうことしょっちゅうありましたよ。まあ、例えばあのグリーティングだけ見に行くとかですね、あとモバイルオーダーのレストランにだけ行くとかね、あと写真撮りに行くだけとかですね、そういうふうにアトラクションに乗らずに3倍パスのチケット取って、で、それでね、エリアに出入りするだけっていうね、まあそういうこともあったので、だから今まで面倒くさかったんですよね。だから自由に出入りできるようになるんだったら、それはそれで嬉しいし大歓迎ですよね。あとはね、モバイルオーダーもやっぱ不便で、あのアトラクションにの、ね、にのために、それあのモバイルオーダーのためになんか3倍パスとか取るじゃないですか。で、ずっといると、で、モバイルオーダーでなんか食事取ろうぜと思ったら、もうモバイルオーダーでフードのオーダーができないってことが過去何回かあったんですよね。要はお昼頃にその、ね、エリアに入って、で、例えばね、出張とかあった関係で、要はですね、その自分の持ってるスタンバイパス DPA の時間と実際に 今いる時間がずれてると、結局ね、今ね、エリアにいて目の前にレストランがあるのにレストラン使えないってこともあったんですよね。要はその時間の3倍パスと DPA がずれてるわけだから、だからね、そういうのもなくなると思うんですよ、このことでね。だから僕は今回マジックのこの
廃止販売終了イコール新エリアに全てのゲストがオール出入り自由、その代わりアトラクに乗るときはスタンバイパスが必要、それから DP が必要っていう風になると思いますよ。でレストランはモバイルオーダーね、その代わりスタンバイパスとかが紐づいてない、意味わかる。例えばアレンデルのロイヤルバンクで行きたいと思った場合、これまでだったらまず1回アトラクのスタンバイパスを取ってそれからモバイルオーダーだったじゃないですか。それがなくなる。だからあのエリアには自由に出入りできると思いますよ。はい、なので僕はそういうふうになると思ってます、今回のことでね。であともう一個はですね、やっぱりね、無限に何回もループし放題って、そういうチケット持った人が何人かいるってなった場合、やっぱりね、あのアトラクションの待ち時間とかね、やっぱうまく予想できないと思うんですよね。その人が何回ループするかわからないので、だからそれにですね、前にありましたよね、この何でも乗れる券がこうってあるもんだから、でそれでアトラクションが夕方なんかに止まっちゃって、伊勢市町で19時ぐらいにアトラクションが復活して、でそれで何でも乗れる券のマジックパス乗ってるから乗せろっていう人と、復活しましたって言って DP とか3倍パス持ってる人がドチャって同時に殺到したもんだから、で3倍パス持ってる人は当然パス持ってるから乗りたいってなるし、でマジックっていう何でも乗れる券、無限ループ乗り放題、乗り放題保証されてるチケット持ってるから乗せろってなって、まあそれで勝ち合って、まあ喧嘩というか、それでぶつかっちゃったってこと前ありましたよね。でそこで3倍パスの人は無課金なわけですよ。普通のワンデーチケットで無課金で3倍パスと、でマジックの人はお金払ってると、でこうそうなった場合、お金払ってるマジック持ってる俺の方が偉い、だから先に重課金してる、先にお金払ってるマジックパスの俺たちを優先しろっていうふうにですね、まあそういうむちゃくちゃなことを言う人も出てくるわけですよ。でも無課金のスタンバイパスだってあなたは乗れますよっていうふうに、それがね、保証というか約束のチケットなわけだから、無課金のスタンバイパスだって乗る権利はあるし、重課金のマジックのね、パス持ってる人も乗る権利がある、どっちも乗る権利があるわけですよ。なのにお金払ってる俺の方が偉いから、お金払ってる俺を優先しろっていう人が本当にいて、でそれってまるでなんかパニック映画で一番初めに死ぬなんか心の貧しいお金持ちっていう、そういう感じですよね。なのでこれもマジックっていうパスがあるとそういうことになってしまうわけだから、僕はマジックってね、遅かれ早かれね、早めになくなると思ったし、なくなった方がいいと思ってたんで、だから僕はなくなってよかったなと思ったし、エリア自由に出入る、あとオペレーションしやすいですよね。さっき言ったけど無限ループの人がどんなにいるか分かんないから、キャストもさ、アトラクションの待ち時間とか予想しにくいですよね。だからすごい特殊なチケットだったので、やっとなくなるんだと思って僕は良かったと思ってますよ。だからこれで僕みたいに普通のヒラマンデーでもエリア自由に出入りできるので、本当このね、マジックに無限ループできるっていうこのチケットは僕は厄介者だと思ってたんで、だから良かったと思ったのに、なんかあんないろんな人が残念、早くがっかりだっていう人があんなたくさんいて、ちょっと僕はびっくりしましたね。だってそれに無限ループ乗りたいんだったら DPA 買えば、別に DPA はさ4万円ぐらい買っても1万円ぐらいだからマジックと変わらないと思うので、うん、だから別に DPA でいいんじゃないですか。あと3倍パスだって今結構比較的取れるんで、だから別にマジックなくても、うん、DPA とスタンバイパスで十分アトラクション乗れると思いますけどもね。まあその代わりスタンバイパスは若干狙いますけどもね。はい、とかとか思いました。なのでマジックなくなることに関しては、その代わり僕はエリアに出入り自由にできるってとこがバーターだったら大歓迎って話ですよ。わかります？エリア出入り自由になるっていうところとマジック廃止が同時だったらいいんですけども、やっぱりエリアに入るにはスタンバイパス引き続き必要ですと、でただマジックだけなくなりますだったら A がっかりだと思うので、うん、だから僕は、うん、自動そこね、トレードオフっていうかマジックなくしますと、その代わりかつエリアの
自由に出入りして入り口で3倍パス DPA 持ったかどうか確認しますっていうあれもなくなると思います。はい、なんで遅から早から発表があるっていうふうに僕は予想してます。僕の予想だからね、決定ではありませんからね。僕はそういうふうに思ってます。なので僕はそこがセットだったらマジックなくなることは歓迎ですっていう、まあそういう話ですね。はい、とりあえずマジックなくなるっていうことに関して速報と思ったことでした。ではでは。